節を回すときに顎を動かしたり喉を締めてしまう方が多くて、例えばあーとかあーってこう喉で回す方いますよね。じゃなくて基本的には喉は開いて笑ってこう空気が通る道を作ってあーで、心電図だとしたら今ゼロです。心拍数ゼロでピーってなってる状態で、あーこっから少しずつ心臓を動かしていきます。あー、こんな感じのイメージで回してもらうといいかなと。これは上からでも下からでもどちらでも大丈夫ですね。あとは、こう回した時に空気を振動させる時に必ず上顎、すべての音が上顎に空気が斜め45度当たるように、あー、これがあーってこうやらないようにするといいかなと思います。